おはむる、どうも、わちゃガーデンです。はい、今回なんですけども、こちらのリビングですね、ペット部屋として使っていたんですけども、エアコンがですね、こちらじゃかじゃん壊れてしまいまして、今寝室避難生活をしていたんですが、今日それがね、終わります。長かった。いや、ちゃんとね、ちゃんと、あ、いや、関東はね、今日雪が降っておりまして、ギリギリセーフ、午前中にねつけていただいて、まあ、ようやくね、暖かい部屋で暮らせるようになりました。なんでね、あの動画の投稿頻度とかもね、すごい減ってたんですよね。こちらのペット部屋にですね、編集用のパソコンがあったんで、編集全然できなくてですね、ちょっと滞ってしまったんですけどもね、今日からね、また頑張っていきたいと思います。ということで、今回はこちらのね、ペット部屋、また再セッティングしようと思います。まずはこれを戻そうかな。なんか模様替えでもしたらっていう話もあったんですけど、やっぱね、いろいろ考えた結果、いつも通りのね、フォーメーションにします。これ、ここ、よ、あんまりね、窓にぴったりくっつけるとよろしくないので、あのカーテンとか閉めれなくなるんでね、ちょっと開けて、ゴミがね、ちょっとあるから、これも掃除して、はい、そしたらこの中ですね、ケージの中ね、掃除しないで慌ててみんな持ってっちゃったんで、掃除しようと思います。で、この部屋はね、チンチラとハムスターとステップレミングを残していったんですけど、気温がね10度から15度ぐらいだったんですけども、いや、チンチラはね、ほんとね、温度に、低温にめちゃめちゃ強いですね。むしろなんかその方が食欲も、うんちの量も増えていた気がします。なんかね、中にはチンチラは15度以下になると肺炎になっちゃうからダメですよとか言われてたんですけども、100匹以上チンチラをね、飼育されたことのあるブリーダーさんとね、ちょっとね、お話ししたりとか、その温度の話とかもね、参考にしたいなと思って話してみたんですけど、15度以下になると肺炎になってしまうっていう根拠はないんで、そこまで気にしなくてもいいんじゃないかってなったんですけども、まあ、やっぱほんとね、温度低い方がうちの子は調子良かったですね。一応ね、ヒーターもね、隣につけてあげたりしてたんですけども、うちのチンチラって左側によくいるんですけど、右側にね、ヒーターをつけておいてあげたんですけど、右側にね、移動してこうヒーターの近くにいるってことは一切なかったですね。うちの子はもしかしたらそんなに寒がりさんじゃないかもしれないですね。うちはアンゴラチンチラって言って、毛がね、普通のチンチラより毛深いタイプの品種なんで、それもあったかもしれないですね。で、なんか話によると、アメリカだとチンチラの温度は18度ぐらいで管理してるらしくて、で、アジアのブリーダーさんはだいたい10度から15度ぐらいで管理してると、なんか調子がいいみたいな話を聞きました。これはもちろん、あの個人差もあるけどね、やっぱ私たちもさ、適温とかがあるじゃないですか。私は割と暑がりで、ママちゃんはめちゃめちゃ寒がりですまあ、なんで温度に関しては正解はないですけども、とりあえずうちの子は大丈夫そうでしたね。ほんとね、餌もすごい食べてたし、20度超えない方がチンチラ的にはいいのかなって感じましたね。今回のことでちょっと学びがあるエアコンの故障でした。いや、でもしかしめちゃめちゃ不便だったな。なんでね、なんかチンチラってね、その寒いと寒すぎますって言ってくる人がいたりとか、暑いと暑すぎますって言ってくる人がなんかすごい多い印象が私の中であるんで、まだチンチラってこの飼育の仕方が確立されてないのかなってすごい思いましたね。果たして何度がいいんでしょうかね。個人差、個体差にもよるとは思うけど、多分アンゴラは20度ない方が状態はいいのかなって私は
感じました。ただね、飼育の本とかはね結構割と温度高めで書いてあるんですけども、まあ、なんかそれは商業的なあれなのかなって思いました。もしチンチラを15度で飼育してくださいってこう飼育本に書いてあったら売れなくなっちゃうとか、そういう大人の事情なのかな。これ動画にするかな賛否あるよね。まあ、私はその個体を見て、いい温度帯で管理するのがいいかなって思ってます。はい、そしたらここ男の子ちゃんたちのハウスのセッティングが終わったんで連れてきます。はいよ、はいはい、唐揚げ弁当4個入り。かわいいね。仲良くしてる？帰ってきたよ。かわいいな、顔がかわいいですねなんだねその顔は。かわいいですね。あんた誰だ？タルちゃんか。タルちゃんかわいいね。ぎゅうぎゅうでかわいいですね。あらら、ネットやん。カフェくんでかいねおとなしくしております。これはジェックスさんのお外キャリーめっちゃいいよ、おすすめ。モルモットにちょうどいい。みんな家覚えてる？家家覚えてますか？いける？ほい、うん、大丈夫。はい、あ、お家覚えてるねあらら、変なとこ行っちゃった。お家覚えてますか？覚えてますね。はい、あ、覚えてますね。だらだら、はい、2人覚えてませんでした。うん、ちゃんと覚えてるね。モルちゃん意外とこういうのは覚えてるんですよね。顔を認識してるかわからないんですけども、声とか足音とかはちゃんとね、区別はつくみたいですね。給水ボトルとかはまた後で、チモシーのセッティングとかもまた後で。そしたらこちらのね、ハウス、女の子ちゃんハウスをね、綺麗にしていこうと思います。カフェくん、女の子いませんよ。そこキュイキュイしてもいませんよ。いやでもこれ真夏とかに壊れなくて本当に良かった。私はどっちかっていうと夏の方が苦手ですからね。いやでもさ、このエアコンなんですけど、本当はね先週の土曜日につけるはずだったんですけども、いざねこう早起きして業者さんが来て対応しようとしたら、なんかパーツを間違えましたって言われてね、延期になっちゃったんですよね。実はなんかしかもその間違いがですね、この部屋25畳ぐらいあるんですけども、なんとね6畳用のを持ってきてしまったっていうことでそんなヒューマンエラーあるのかなって思いつつで延期になって、でさらに1週間とちょい、再来週の月曜日ぐらいに届いたって感じですね。いや本当今日雪降ってるから間に合ってよかった。だからさ、リビングにこの部屋にテレビとか置いてあるもんだから、テレビも私2週間ぐらい一切見てなくて、なんか情勢がわからないエアコンが壊れたことによってテレビを見なくなってしまって、なんか世の流行りとか、なんかテレビニュース全然わかんなくなっちゃいました。このね白い面のところがモルモット広場にしてる場所なんですけども、今ね柵が何もないからね、モルちゃんがもう自由気ままに歩き回っております歩くね、まあ、本来はねこう自由に歩いてほしいんだけども、掃除がね大変になってしまうんで、うちはこういう感じで白いエリアがモルモットが自由に歩ける場所にしております。そんじゃ女の子たち持ってきます。ちょっと男子探検してるけど、まあいっか、持ってこよう。まあ久々のね広い空間で、ほんとね散歩が好きなモルちゃんには申し訳なさでいっぱいですね本当に。
だからね、ちょっと男の子ちゃんたちはね、あんまりこう運動歩くことができなかったから体重が増えたかも。男子お家帰って男子おっと男子はいよ、じゃとりあえずはい入ってもろって、お家広くなったね。まあ、広くなったっていうか戻ってきたんだけども、はいよ。わっ、カカオ太ったね、太りました絶対太った。うわ、早速おちっこしちゃってる。はい、そしたらモル広場を作りたいので、ペットシーツですね、犬ラボさんの洗えるペットシーツ、これはねアマゾンで買えます、めっちゃおすすめ。何がおすすめかというと、チモシーがねタオルの間に入らないので掃除がしやすい、時短ですね。なんかねどうでもいいタオル使っちゃうとチモシーが入り込んで掃除とかコロコロが大変になるので、私はこの犬ラボさんのをずっと使ってますね。OK、 ペットシーツはこんな感じですね。そしたら大物を持ってきます。男の子ちゃんはこのままでいいかな、楽しそうにしてますはい、まずはキリちゃんち、何してんのみんなよいしょ、はい、キリちゃんちをセット。はい、そしたらノエちゃんちですね。ノエちゃんち、とりあえずここに。はい、そしたらここにですね、モカくんちを持っていきたいと思います。重い。よいしょ。みんな足元来ないでね。よいしょ。もう。はいはい。よいしょ。ふぅ。モルちゃんちのお掃除自体は洗えるペットシーツをね使っていなかったんで楽でしたね。ケージもちっちゃかったんで、やっぱりケージが広ければ広いほど手間はかかりますね。使い捨てのペットシーツだと楽。はいはいはい、今ね引っ越してんの引っ越してんのちょっと待って待って。でケージのサイズが大きくなればなるほど、ペットシーツがあればあるほど掃除は大変になりますね。で物がたくさん設置されてればされてるほど、やっぱりこれも大変になる原因ですね。待ってくださいみんな、ちょっと待ってすげー走り回ってる。はい、モカおじが来ました。よいしょ。モカおじいちゃんね、ほんと年だから気をつけないと心配だわ。みんなリビングの向こう側まで歩いてってます。そしたら広場作っちゃいますかね。ちょっとレイアウト変えようかな、こういう風にしようかな。このジェックスさんのハーモニーなんだっけ、これをこうしてこうして、こんな感じかな。よいしょ。そしたら10キロのチモシーをここに入れるといいんですね。うん、こ
ここにぴったりはまります。よし、はい、キリちゃん、はい、キリちゃん、キリちゃん抱っこするとなんかもう取ってくんですかみたいな顔になっちゃう。キリちゃん、私が今日服が黒いから目立つね。あ、はい、はい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 、チモね、チモチモ、よいしょ。はい、チモチモ、はい、チモチモ、はい、待った待った、はい、チモ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 、はい、ぽい、よし、あとはココタン、ココタン、ここでいいかな、ここココタン、ここでいいかも。あの、分かったことは、ココタンは、ケージいらないです。はい、ということで森ちゃんたちの引っ越しは完了したんですが、こっちがね、うわー、ぐちゃーぐちゃーってしてるんで、お片付けしようと思います。これは使ってないフード入れで、モルちゃんタオルもちょい整理整頓していきましょう。これは給水ボトルですね。これ予備、これはしまいましょう。給水ボトル壊れたりすると大変なんで、いつも予備を持ってます。あ、こんなところにほうきがあった。いつものほうき、お掃除グッズ。あ、こんなところに天然消臭ダニ除けマットがありました。これはこれで封して使います。これは爬虫類用のライトだね。これも使ってないんでしまっちゃいますか。これはね、どうしようかな、使い道がない、捨てようかな、捨てちゃおうかな、100円だし。あ、しのちゃんにあげようかな。しのちゃん喜んでガリガリすると思う。これはクリスマスに買った、なんかクリスマスっぽい頭巾。大麦若葉は結構古そうなんで早めにあげたいと思います。ここら辺はお給仕グッズだね。これもなんか使えそうな網。好きな子と嫌いな子がいます。トンネルにしてくれる時もあるし、この上で寝てる時もありますね。チャームさんで買いました。これはね、ちょっと汚いんだけどチャームさんで購入したっていうか、バレンタインかクリスマスのやつで入ってたやつかな。だいぶ年季が入ってますね。これも、まあ、たまに入る子は入る。あ、これも使ってないじゃん、ハムスターのハンモック。ハンモックにしたいけど、なんかつける場所がなくてね、使えないっていうね。うん、これはモモンが飼ってる友達とかにプレゼントしたら喜びそうだね。ここはモルちゃんタオル入れ。こっちがなんか固めのタオル、手前に柔らかタオルを入れときますかね。これね、このシリーズ100円ショップで売ってるんですけど、チモシーそんな絡まらないし、掃除もしやすいし、すぐ乾くし、サイズ的にもちょうどいいんでおすすめです。掃除し終わったんで、ここに薄型ペットシーツで、こっちに厚型のペットシーツを補充しておきます。これは確かニトリだったかな。この前ね、別のニトリに行ったら売ってなかったんだよね。もしかしたらもうないのか、扱ってないのか。無印とかもね、似たようなの売ってるんですけど、なんかね、若干色味がなんつうのかな、暗い、真っ白じゃなくてなんか若干暗いんですよね。だからなんかちょっと微妙だなと思って、私はニトリですね。ニトリの方が真っ白でいい。よし、この洗えるペットシーツですね。これを入れる場所があればいいんですけど、今はないんで、ちっちゃいのがここで、でっかいの後ろで、あとはモコモコですね。モコモコはココアに使ってるかな。うち1匹ご飯食べれない子がいるんで、そういう子はこのモコモコ。モコモコ普段使っちゃうとね、チモシーがすごい入って洗うのが大変になっちゃうんで、普通は使ってないです。なんか特殊な子だけ。わあ、ちのちゃん、チンチラ大騒ぎ。
これはすりこで買ったやつかな、シマエナガの。これちょっと薄手だけど、まあ扱いはしやすい。でかいとやっぱ扱いづらいですね、うん、このサイズが一番かな。こっちはね一回り大きいんだけど、ちょっと洗いにくいし、洗うときすごく重たい。 OK、 だいぶ綺麗になりましたかな。春インダストリーですね。消臭剤、もうなんかマラカスみたいになっちゃってるんで補充します。やっぱね、どんなにお掃除頑張ったり消毒したりしてても若干ね匂い残りますからね。お掃除もしっかりして、この春インダストリー使えば、まあ、大体のモルチャン臭は気にならなくなるんじゃないかな。私が寝室避難生活してる時はエアコン回して春インダストリーなしだと匂いありましたね。匂ってました。モルモット臭プラスなんかチモシーの匂いって感じでしたね。あれは多分服とかも匂い移るだろうなって思いました。消臭ビーズは動画上だとこう伝わりにくいと思うけど、とってもいいですね。別に動物以外でも使えますし、車に入れたりとか玄関の下駄箱に入れたりとか冷蔵庫に入れたりとか。 OK、 整理整頓終わりました。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。